そして暗闇が生まれた。全く光のない、月も星も見えない、緩やかな風で森がざわめく音だけが闇を飾るように聞こえてくる。そうだな、なんとなくだけれどね。不意に人間の話す声が聞こえた。少年のような、そして少し高い声だ。なんとなくだけれど。別の声が発言を促すように聞いた。さらに若い感じのする男の子のような声だった。ほんの少し静寂があって、最初に聞こえた声が静かに語り出した。まるで自分に言い聞かすような、誰もいないところへ向かって喋るような口調だった。僕はね、たまに自分がどうしようもない愚かで矮小なやつではないか、ものすごく汚い人間ではないか、なぜだかよくわからないけど、そう感じる時があるんだ。そうとしか思えない時があるんだ。でもそんな時は必ずそれ以外のもの、例えば世界とか他の人間の生き方とかが、すべて美しく素敵なもののように感じるんだ。とても愛しく思えるんだよ。僕はそれらをもっともっと知りたくて、そのために旅をしているような気がする。それからほんの少しだけ間を置いてこう続けた。辛いことや悲しいことは、僕が旅をしている以上必ず行く先々にたくさん転がっているものだと思ってる。ふーん。だからといって旅をやめようとは思わない。それをしているのは楽しいし、例えば人を殺める必要があってもそれを続けたいと思えるしね。それに。それに？やめるのはいつだってできる。だから続けようと思う。最初の声はきっぱり言った。納得したかい？正直言ってよくわからないや。別の声が答えた。それでもいいと思うよ。そう？僕自身もひょっとしたらよくわかってないのかもしれない。迷ってるのかもしれない。そしてそれをもっとわかるために旅を続けているのかもしれない。ふぅ。さてと、僕は寝るよ。明日はまただいぶ走らなくちゃ。おやすみ、エルメス。おやすみ、キノ。暗闇にガサゴソと厚い布が擦れ合う音が聞こえ、やがて止んだ。城壁の中には外と同じ景色があった。茶色の岩山が続く、草の一本もない荒れた大地だった。そこに高い城壁だけが地から生えたようにいきなり存在して、どこまでも伸びている。その透き通るように晴れた空の下に道が一本あった。岩を溶け土を固めただけの簡単な道で、大地の谷間部分を縫うように伸びていた。
その道を一台のモトラドが走っていた。両輪から茶色い土煙を立てながら、モトラドは朝の太陽を背にしていた。モトラドは後部座席の代わりにキャリアをつけて、その上にカバンと寝袋などが縛り付けられている。運転手は耳を覆うタレとツバがついた帽子をかぶり、銀色のフレームがところどころ剥げたゴーグルをしている。顔には防寒用にバンダナを巻いていた。茶色のコートを着て、余った長い裾を両腿に巻いて止めている。寒々しいね、昨日。空気も景色も。走りながらモトラドが言った。まあね、何もないね。キノと呼ばれた運転手が答えた。とてもここが国の中には見えないんだけれど、本当に入国したの？したよ。審査は無人だったけど。ここはこういう国なのかな。住人は文明を捨てて洞窟でひそひそ住んでるとか。それはそれで面白そうだね。それがね、エルメス、この国はとても発展していて、建造物の中でほぼ一生暮らすことができる綺麗で清潔な国だって聞いてるんだ。キノが言って、それ絶対にガセ。エルメスと呼ばれたモトラドがすっぱりと返した。そんなことはない。だってこの国が清潔すぎて嫌だから出てきたって人がそう言ったんだよ。ただあの無人の城壁のことは聞かなかったな。荒野のど真ん中に城壁と一緒に高いビルやドームが見えてくるはずだって言われた。どこに？さあ。キノがカーブでスピードを落として直線で加速する。一つの岩山の脇を通り、その影から別の岩山が現れる。ひょっとして道を間違えた？エルメスが退屈そうに言って。いや、そんなことはない。キノが否定した。このやり取りを数回繰り返した後はお互い黙った。ただ淡々と変わらない景色の中を走り続けた。目指す城壁が突然見えたのは昼頃。キノとエルメスがひときわ大きな岩山の影から出た時だった。ほらね。なるほど、ガセではありませんでした。荒野のど真ん中に城壁と一緒に高いビルやドームが見えた。古い石の城壁は外側から何かでコーティングされて光を反射している。その上に突き出る3つの巨大ビルと、それを囲む小さなビル群、それぞれが空中の渡り廊下でつながっていて、その下にはガラス製のドームが国全体を覆っていた。巨大な要塞のような国だった。城門で軍服を着た将校や兵士が数人、やってくるキノたちを待っていた。やってきたキノたちに笑顔で挨拶をした。キノが3日間この城壁の中に滞在したい旨を告げて、大歓迎する声が返ってきた。その滞在費用をすべて国が持つことを告げる。しかし条件として、キノとエルメス、そして
持ち物を徹底的に洗浄することを求めてきた。具体的にはと木野が聞いて、木野さんにはシャワーを浴びていただきます。その間に服類は持っている分を含めて洗濯を。エルメスさんは洗車されて、持ち物は大はカバンから小は縫い針一本まで洗浄消毒させていただきます。もちろんお預かりしたものは最初にリストを作成して、それを照らし合わせながら全てお返しいたします。昨日はしばらく考え、やがて了承した。エルメスは少し嫌そうな声を出したが、仕方がないと言って諦めた。しばらく時間が過ぎた。木野たちはいろいろな工程を経た後、城壁をくぐり終えようとしていた。木野は黒いジャケット姿だった。腰を太いベルトで締めて、右ももと腰の後ろにはハンドパースエイダーのホルスターがある。ジャケットもホルスターもその中のパースエイダーも塵一つついていない。土ぼこりにまみれていたコートは新品同様の姿で、荷台のカバンの上にくくられていた。エルメスも水と消毒薬で洗われただけではなく、すべての部分が磨かれ、メッキパーツは鏡のように光っていた。キノが大きな鏡の前でつぶやく。今の僕たちはかつてないほど、これ以上ないほど清潔だな。なんかさ、出国するのやめようか。毎日土ぼこりかぶるのが嫌になっちゃった。エルメスが言って、最後の扉が開いていった。ここがシティです。我が国の人口のほとんどがここに住んでいます。入国後、扉の脇で待っていた案内人が木野たちに説明する。シティと呼ばれる城壁内部は整って清潔な空間が広がっていた。舗装され区画整備された道路が走り、それに沿ってビルが並ぶ。そのおよそ40階の高さには国のすべてを覆うガラスのドームがあった。あれで有害な光線をほぼ遮断します。ビルの窓ガラスもそうです。国内の光と空気はすべて制御されて、場所や時間によって決められた温度と湿度に保たれています。寒くないでしょ。確かに。キノがジャケットの襟元を開いた。そうそう、エルメスさんにはこれを取り付けさせていただきます。案内人が自転ほどの大きさで箱状の何かを2つ見せた。機能が何ですかと聞いて、排気ガスの浄化装置でしょ、それと消音器。絶対にそう来ると思ってたんだ。エルメスが答えて、機能が感心する。案内人はエルメスのマフラーに手際よく取り付けた。これで道用エンジンで走られても結構です。建物内でも車が走っているところは走行できますよ。ビルの中ではエレベーターがありますので、それに乗ってください。それとこちらが地図になります。これだけはシティを出る際に返却をお願いします。わかりました。昨日は渡された小型の機械を見た。画面に現在位置と使い方の説明が浮かび上がった。案内人が続ける。外側の城壁をご覧になったと思います。あれはおよそ10年前、領土拡大によって新しく建てられたものです。そして今までの国はシティ、新しい領土はカントリーと呼ばれるようになりました。
領土ってあの荒れ地に誰か住んでるの？エルメスが聞いた。ええ、住んでいますよ。ただし本当にほんの少しです。ところどころに村があって、そこに数十人単位で暮らしています。彼らは開拓団と呼ばれています。志願して集団で住み着いて荒れ地を開墾する仕事をしています。この中で生活できるのにですか？キノが聞いた。案内人は少し微笑んで。だからなんです、我が国ではご覧の通りの発展で快適で清潔な暮らしが約束されています。しかしだからこそ、自然の中での暮らし、本物の土の上と太陽の下での生活に憧れる人がたくさんいるんです。なるほど。開拓団は家族単位になります。たくさんの志願家族の中から健康や適性の審査を受けて合格したほんの一握りの人たちが、訓練の後に新しい国づくりに取り掛かれる名誉を与えられるんです。同じく特殊審査に通った軍の特殊部隊が彼らの警護に当たっています。開拓後はもちろん農地として使われて、そこにできるだけ自給自足の村を作っていきます。先の長い話ですけれど、将来はシティとは違った方向で発展させる計画です。ひ弱になってしまった我が国の人間が厳しい自然の中での生活に耐えうるか、その実験も兼ねています。ふむふむ。ですから開拓団は我が国ではエリート中のエリートですね。正直言うと私も憧れていますよ。田舎暮らしに新しい国づくり。でもまあ、私みたいに普通の人にはちょっと無理ですね。野生のトカゲやイモムシを見て気を失ってしまうでしょう。仕事になりませんよ。案内人がふっと笑った。そう。そして世界を旅しているキノさんとエルメスさんは、ご滞在中、住人みんなに憧れの眼差しを向けられることでしょう。国のあちらこちらでお食事とお話に誘われますよ。ぜひ楽しんでいってください。誰の誘いを受けるかの判断は、その人のお顔でもごちそうになる食事の種類ででも結構です。案内人が楽しそうに言って、種類と量だね、キノの場合。エルメスが付け足した。門の前で案内人と別れて、キノはエルメスを走らせる。どこかしこも汚れもほころびもない街中。キノたちはホテルに着くまでに12回食事に誘われた。とりあえず全てお断りした。ホテルは高層ビルの一つだった。案内され、ガラス張りのエレベーターに乗る。荒野の景色も見事な最上階の部屋に通された。広すぎる。何に使うんだ？ボーイが去った後、キノがつぶやいて。ちょうどいい。射撃練習をすればいいよ。エルメスが言った。キノが荷物をエルメスから下ろし始めてすぐ、部屋の呼び鈴が鳴った。壁にある大きなモニターが、背広を着た中年の紳士と、ご婦人を映し出した。男が言う。こんにちは、旅人さん。私はこのホテルのオーナーです。折り入ってお頼みしたいことがあって妻と参りました。お時間いただけないでしょうか？
キノがオーナー夫妻を招き入れた。キノはどれにするか少し迷って手近の椅子とテーブルを使う。二人は礼を言って座った。自己紹介をした後、明日のことなのですが、もうすでにどなたかと昼食の約束をされてらっしゃいますか。オーナーが聞いた。二人とも真剣で深刻な表情をしていた。キノが質問にいいえと答える。すると二人は、ぜひ私たちの誘いを受けてほしい、そのお礼は考えられる限り何でもするからと訴えかけた。キノがそこまでするわけを尋ねて、長く患っている娘がいます、ぜひあの子に旅の話をしてほしいのです。奥さんが答えた。次の日の朝、キノはいつもと同じように夜明けとともに起きた。軽く運動してパースエイダーの訓練をする。右腰のリボルバーをキノはカノンと呼び、腰の後ろについている細身の自動式は森の人と呼ぶ。両方の抜き打ちの訓練と分解と掃除をした。その後、広すぎる浴室でシャワーを浴びた。太陽が昇る頃、キノは部屋に朝食を頼んだ。おそらくはオーナー夫妻の注文通りに豪華で大量の食事が出た。食事後、キノが苦渋の表情で残り物が片付けられていくのを見送る。貧乏症、どうせ昼も食べられるのに。いつの間にか起きていたエルメスが後ろから言った。キノは空にのエルメスにまたがりシティを走る。道や建物の作りにエルメスは高評価を与えて。そんなものか。キノが納得しているのかしていないのかわからない返事をした。あら、旅人さん、うちでミートパイ。観光中もあちらこちらで誘いの声がかかった。キノは先約があるからと断り続けた。昼近くになってキノは前日オーナーによって入力されていた場所に着いた。国の中央から少し外れたところにある白く大きな建物。周囲は意図的にビルが減らされて開放的な雰囲気を作り出していた。国立第一病院と案内板が立つ。中に入るとオーナー夫妻が出迎えてくれた。再び熱く礼を言われ、キノが帽子を取る。娘が住んでいるという部屋へ案内された。部屋には木製で歴史と趣のある調度品が並んでいた。古い館の一室のような雰囲気だった。柱と屋根、レースのカーテンがついた大きなベッドに10代前半ほどの少女が一人腰掛けていた。肌は白かった。この国の人間はほとんどが白い中、それよりひときわまるで漂白された髪のように真っ白だった。ベッドに垂れるほど長い金髪と細身の顔に青い目を持つ。青と赤のトマト柄のパジャマにピンク色の薄手のカーディガンを羽織っていた。
少女は両手で広げた手紙を読んでいた。目を細めながら読んでいた。ドアがノックされて、少女は手紙を丁寧に畳んで封筒に入れる。枕元の箱を開けた。しばらくして、どうぞ。少女の声に反応してドアが自動的に開く。僕はキノ。こちらは相棒のエルメス。キノが自己紹介をして、私イナーシャと言います。はじめまして、キノさん、エルメスさん。母から話は聞いています。わざわざありがとうございます。少女は立ち上がって、存在しないドレスの裾をつまんで軽く膝を折った。ご丁寧にどうも。キノは胸に手を当てて一礼した。キノは白いシャツ姿で、パースエイダーはホルスターごとジャケットにくるんでエルメスのキャリアに縛ってあった。キノはベッドの前にエルメスをセンタースタンドで立たせた。自分は椅子に座る。全然気にしなくていいよ。キノは豪華な食事と新しい弾薬と、こっちは高品質のオイルとプラグと燃料をもらう約束だから、持ちつ持たれつ。エルメスが言ってイナーシャが笑った。驚きました。モトラ殿りの旅人さんって聞いていて。もっとワイルドで年上の方かと思っていましたから。ワイルドがソヤっていう意味なら当たってる。エルメスが言ってキノが苦笑いをした。イナーシャが青い目でキノを見て、旅のいろいろなお話をしてもらえますか？ええ、そのために来たんですよ。キノが言った。部屋に昼食が運ばれて、キノとイナーシャ、オーナー夫妻が会食する。キノとエルメスは旅の話をした。イナーシャだけではなく、両親も興味深そうに聞いた。昼食も両親は仕事に戻らなければと言って残念そうに病室を後にした。部屋にはキノとエルメス、そして主だけになった。テーブルを挟んでキノとイナーシャが座って、エルメスはその左脇。テーブルには果物が乗った皿とお茶のカップとポットがあった。今日は本当にありがとうございました。私のために時間を取っていただいてとても楽しかったです。国のみんなも久しぶりに来た旅人さんのお話を聞きたかったと思うのですが。イナーシャが言った。キノが首を振る。全然気にしなくていいよ。さっきエルメスが言った通りだから。でも他の方はもっともてなしてくれたかも。イナーシャが恐縮して言う。もてなしてくれなかったかも。今頃僕たちは、ああ、あの誘いを受けておけばよかったなんて思っていたかも。そうそう、それに2年も病気しているんだし、それくらいのいい目を見ても罰は当たらないでしょ。
キノとエルメスがすぐに行って、少女はゆっくりと微笑んだ。病気のことはご存知ですか？微笑んだまま、イナーシャが聞いた。キノが答える。オーナーさんから聞いた。この国で昔からある程度の確率で老若関係なく発病して、予防法も特効薬も発見されていないって。だけどつい最近に進行を遅らせる薬ができたって。治すことができる薬も研究中で、それほどはかからないだろうって言われているって。そうなんです。やがてそのお薬が完成して、私はそれを飲むのでしょう。私は家に帰って学校にもまた行くことになるでしょう。うん、そうだね。久しぶりに行く学校では、みんなが私のこと覚えていてくれたり、忘れてしまっていたり、最初のうちはとても混乱するでしょう。でもすぐに私はみんなと一緒に遊べるようになるでしょう。でも遊んでばかりはいられません。私はカントリーへ行く許可を得るために、一生懸命勉強と訓練に励むことでしょう。へえ、あそこに行きたいの？エルメスが聞いた。イナーシャはにっこりと笑ってうなずいた。そのことご両親は知らないんだ。キノが言って、イナーシャが少し驚く。はい、よくお分かりになりますね。さっき外の話をしていた時、そんな素振りも見せなかったからね。どちらかというと、今にも仕事を放り出して行ってみたそうだったのはご両親の方だった。そうかもしれません。父も母も田舎暮らしに憧れていますから。でもホテルがあるからできません。もし私が行くなんて言ったら、なんて言うのか想像もつきません。キノが聞く。農業がやりたいの？それもありますが、それより私には会いたい人がいるんです。会ってお礼を言いたい人が。でもってその人のことも両親は知らないと。エルメスが言って。はい。イナーシャが小声で答えた。どんな人、どんな人？エルメスがすかさず聞いた。あの、父と母には内緒にしておいてくださいね。いいえ、他の人全員に。イナーシャが金髪を揺らして力強く尋ねた。ほんの少しだけ白い頬に赤みがさした。わかった。ここだけの話ということで。了解。キノとエルメスが同意した。イナーシャの顔がパッと明るくなる。イナーシャは椅子を立ってベッドへ向かった。枕元にある箱を開けて、辞書のような本を持ってきた。それは日記帳だった。丁寧な装丁で鍵がかかっていた。鍵を開けて日記を開く。ページのところどころに手紙がいくつか挟んであった。私、カントリーに文通相手がいるんです。これはすべて送ってもらった手紙なんです。彼？それとも彼女？エルメスが尋ねて。彼
イナーシャがはっきりとした口調で答えた。名前はローグって言います。私と同い年で、今彼は家族で開拓村に住んで農業に携わっています。学校の友達？開拓団は本当に少ないって聞いたけれど。キノが聞いて、イナーシャは首を振る。知り合ったのは本当に偶然だったんです。1年前に彼は開拓団の健康審査で病院に来ていたんです。私が展望室でカントリーを見ていたら、彼が飛び込んできて、いきなり外を指さして、見てろよ、絶対にあそこへ行ってやるぞって大声で叫び出したんです。ふむふむ。彼は本当は入っちゃダメで、私が驚いて見ていたら看護婦さんたちにつかみ出されそうになって、私はとっさに言ったんです。その人は私の友達ですって。やるじゃん。エルメスが褒めて、イナーシャが照れる。それから彼はお礼を言ってくれて、二人で長い間景色を見ました。彼はカントリーでの生活が人生の夢だって、とても一生懸命語ってくれました。だから彼は審査に合格してそこに住むこと、私は病気を治すことを頑張ろうって、その時に約束したんです。それから文通を始めたんだ。はい、お互い迷惑にならないように1ヶ月に1通って決めて、そうしたら2回目の手紙で彼と家族が審査に合格して新しい村づくりを始めるって書いてあったんです。とても嬉しかったです。夢は努力すれば本当に叶うんだなって。青い目を輝かせて少女が言う。それから彼は家族とカントリーに移住しました。しばらくしてまた手紙が来て、思っていたよりすごいところだけれど頑張ってるって書いてありました。それからも1ヶ月に1度を続けています。3ヶ月前の手紙に村で初めて子供が生まれたって。2ヶ月前は食事中虫が飛び込んできても全然平気だったって。ついこの間の手紙では、温室にトマトを53苗植えて毎日世話をしているのがとても楽しいって書いてくれました。彼は夢を叶えて頑張っている。だから私だって頑張って病気と戦わなくちゃいけないんだって思います。お薬を飲むとしばらく気分が悪くなったりするんですが、そんな時は手紙を読むんです。勇気づけられるんです。人間って一人じゃ弱いけれど、お互いに励まし合えば何でもできるって思います。イナーシャが楽しそうに語り終えて、エルメスが言う。その通りだね。昨日も早くいい人見つけなよ。余計なお世話だ。昨日が言った。イナーシャと釣られて、昨日がひとしきり笑った後、私元気になったら資格と許可を取ってカントリーに行ってみたいと思っています。彼の住む村に行ってみて、土で作られたトマトを食べてみたいです。私の夢です。早く治る薬ができるといいね。
そうだね。キノとエルメスが言って、はい、きっと大丈夫です。未来は頑張れば頑張るだけいい方へ、いい方へ向かうと思います。きっと大丈夫です。きっと大丈夫です。白い肌をした少女は言った。キノさん、エルメスさん、一つお頼みしたいことがあります。イナーシャが言ったのは、冬の太陽が傾き始め、ガラスドームの透過率が自動的に調整され始めた時だった。キノさんたちにお会いできると知った時からお願いしようと思っていました。わがままかもしれませんが、どうしてもこれだけはと思っています。イナーシャが唇を噛む。何？これだけおごってもらったら満腹で気のいい僕は何でもするよ。それにとても素敵なモトラドが僕を助けてくれるからさ。エルメスが言った。キノがエルメスのタンクをとりあえずぶったたいて、イナーシャに内容を尋ねる。キノさんたちは出国のために西へ向かいます。実はローグの住む村はその道から南に入ったところにあるそうです。なるほど。キノが言った。イナーシャはキノをまっすぐ見つめながら、今まで私とローグは規則で手紙のやり取りしかできませんでした。本当は出発前にプレゼントを贈りたかったんです。イナーシャが箱の中から手のひらに乗る小さな箱を取り出した。開けて中に入っていたものを取り出す。それは小さなブローチで、白い材質の何かを削って作られていて、ほんの少しいびつだが鳥の形をしていた。トサカと翼の部分に短く金色の毛が貼り付けられている。自分で作ったんだ。キノが聞いて、はい、小さく作ったんですが、どうしても封筒に入れることはできなかったんです。お頼みとは、これを彼に、ローグに届けてほしいんです。農業がうまくいって怪我も病気もしないお守りです。彼の村の郵便局に、いつも手紙を送っているところに届けてほしいんです。これがわがままだってことは分かっています。でももうこんな機会は二度とないとも思います。どうかお願いします。キノがしばらくそのブローチを眺める。断る理由は何もないな。だね。そこにあるベッドを届けてだったら無理だけど。キノとエルメスが言った。イナーシャが半泣きになってキノとエルメスにお礼を言っているところに、看護婦が入ってきて、キノたちを見て相当に驚いた。イナーシャに薬を与えた後、キノたちが旅人で明日出発だと聞いて、ぜひぜひうちの昼食に招かれて、しがみつくように言った。キノは
首を振って、残念ですが明日はカントリーを見て回るつもりです。トマトを作っている村を見学に。